えっと、先日ね、東京おもちゃショーの方行ってきたんですけども、ゲーマーさんの方のサイトで、東京おもちゃショー2023ゲームに関係するものだけをひたすら探してみたっていうね、まあ記事をまあ書いたんで、ちょっとそれの補足というかね、まあ記憶のあるうちにちょっと話をしておこうかなと思って、まあ、の配信です。で、東京おもちゃショーなんですけども、ちょっと僕はいつからやってたかまでは知らないんですけども、 まあ少なくとも僕の中では東京ゲームショウよりも <laughs> 昔からあるものという認識当たり前なんですけども東京ゲームショウっていうのが今普通に一般的にね毎年1回まあ秋にねやってるんですけどもあの東京ゲームショウのない時期にはない,ない時代にはまあゲームとか扱ってるところもまあ東京文字ショウに。 出しだというか逆か逆な東京おもちゃショーに出てるような会社がテレビゲームをそこで展示していることがまああったんだけど、まあ、東京ゲームショーができてからは、あんまおもちゃショーでそういう展開をまあ少ししかしなくなった。まあそういう歴史的な経緯もあるんですけど、で、東京ゲームショーはね、2え1996年に初めて開催されて、まあ初期の頃はね、なんかに 年2回春,夏春秋開催とかやったりしてまあその後今秋に戻ってるんですけどもまあ東京おもちゃショーはまあその以前からね大体6月ぐらいにやっててまあ墨明けっていうとまあ東京おもちゃショーっていうあ東京ゲームショーっていうのはそもそも何かこうユーザーに遊んでもらおうみたいなね ってもらおううみみたたいいななねでのの配布しようみたいなのが、まあ、当時の最初の頃で、まあ、最近あんまり配布物はなくなったんだけど昔は90年代後半とかねなんかもうとりあえずおもちゃショーに行くと結構いろんなものをグッズもらえるからまあその入場料と,と払ってでもねまあ行くとかなりお得になるみたいなでレベル5さんなんかも2000何年かわかん忘れたけどあの ニンテンド DS のソフトとかね参入した時にはあの体験版とか配ってましたからね <laughs> あのパッケージでねだからそういう時代もあったんですけどもまあゲーム賞はそうやって結構プロモーション知ってもらうたんだけどもおもちゃ賞はどっちかっていうとっていうか商談なんですよだからあの年に1回クリスマス商戦に向けて発売される新作とかのものをこう6月にあの全国の問屋さんとかに来てもらってこう見せて っていうところがまあ元々なんで,でそれがまあビジネスデーが商談日っていうのがまあ木曜金曜ってあってでその後土日が一般開放になっててまあそこでこう一般の人が見るんだけどまあブースによってはその問屋の来るね日にその12月間出るものをこう散々見せておいてで一般開放日にはそれをパッと撤退させて。 でプレイできるものとかね遊べるものって子供が遊べるようなものをこう出すみたいなそういう入れ替えのあるよようううななまあ、そういうイベントなんですよねだからゲームショーに比べるとそこら辺が割とこうまあ、完全にビジネスって感じのまあ、ところだったんですけど最近はねちょっと最近ね今回ね結構変わったなって思った部分があって今まであんま考えなかったんだけどフォトスポット的なものがねいくつかあったんですよね。 うんまあ、ちょっとそれは記事には反映してないんですけどあの宝トミーさんのところでなかやまくんのねフォトスポットがあったりとかあと記事の方で触れてるのが、えっと、リバえビバリーかなあのパズルとかやってるところがウォーリーを探せのパズルを出しててそれに伴ってねあのブースの壁に壁一面がウォーリー。<laughs> っていうねまあそういうのはねあの記事の方ね東京おもちゃショー2023ゲームに関係するものをひたすら探してみたゲーマーさんの方のねこちらの方を見ていただければあの出てるんですけどでねちょっとねまあ毎年ね実は2013年からかなあのゲーマーさんの方で結構いろいろやらせてもらう中でえっと、おもちゃショーに行って おもちゃショーでゲームに関係するものを探すというのをずっとやってて、まあ間ねコロナの時期には2年ぐらいやってない時代、時期もあるし、昨年が久しぶりの開催だったけども、一般開放日がないからビジネスデーしかなかったって、まあそういうところで、今年は、久しぶりに、ね、3年ぶり、4年ぶりぐらいにフル開催だったんですよ。ただフル開催なんだけども、なんか今までとちょっと違って、土日にはだから今日もそう,そうなのかな。 あの、一部が、コロコロ魂フェスティバルとかいうのがね、入ってて、まあちょっと形が変わっていると。以前は、だから、本当はこう、えー、ビッグサイトの、まあ、ビッグサイトの知事で、これ商談日なんだけど、ビッグサイトの1階の方のマップがこんな感じなんですけど、まあ全部使ってて、で、えっ、ー、と、4階、四階の方が全部使わずに、ここが、ここがね、ここがコロコロ、 フェスティバルの会場だから実は東京ゲームショーでキッズスペースみたいなところあそこみたいな扱いになってて土日にならないと開かないみたいな感じになっていました以前はねこの辺りにね結構地方的なも地方の都市とかのねやつとかあとなんだろうあのお相撲さんのね <laughs> なぜか縦看板というかあの力士たちの縦看板がすごい立ってるところとかいろいろあったんですけどまあもう 昨年もなかったから、まあ多分撤退したのかもしれないけど、いろいろそういうところもあって、ちょっとブースが以前の古開催の時と比べると、ちょっとこう、キュッとなってたかなってところです。で、まあちょっと記事のね、ところで、いろいろ触れてる中のゲーム関係何があったかなって、ちょっと振り返りでいろいろ話していこうかなと思います。そうそう、こんな感じで、コロコロ魂フェスティバルのステージじゃないや。 入り口の用意はされてたけどシャッター閉まってたっていうのがまだこれが8日ですね8日の状況になりますまずねセガトイズセガトイズセガトイズなんですけど基本的にはまあセガトイズのグッズっていうとまあ僕のねここの上にあるあの犬犬ねえっ、ー、とこの辺かこれかこの犬がニンテンドー3 d s でねこう遊べる無料ゲームとのね 連動してたんですけどもまあそういう感じでテレビゲーム関連のものって昔から扱うことはあったりとかもしくは何年か前あのメ,、えー、とメガドライブミニがね発表発売された年にはあれは確かメガドライブミニはセガなんですけども一応セガトイズの軒先を借りて メディアにプレイさせてもらったりしてて、僕も当時その記事は書いてるんですけども、まあそういうこともあって、時々こうテレビゲームがね <laughs>、あるので、今日、今回はないかなって、まあ昨年なんかもアップライト筐体のあのミニのやつあるじゃないですか。あれが展示されてたんだけど、今年は残念ながらね、そういうのはなくて、基本的には、えっと、今回はあれか、ポケモンのパソコン <laughs>、パソコンっていうか、本当のパソコンじゃなくて、まあ、よくおもちゃ、 業界で、おもちゃ業界っていうか、おもちゃ屋さんがよくやる、その、なんちゃってパソコンみたいなのを、の、ポケモンバージョンのやつ展開してましたね。ポケモンのキャラクターが250種類とか入ってる、収録されてるっていうから、結構それ、それどうやって見るのかわかんないけども、なんか収集とかあるのかわかんないけど、まあ結構、250っていうと、まあどの時代のどれを捕まえて250にしてるのかよくわかんないけど、250種類って書いてあったんで、まあとにかくね、そういうような感じで。 まああのセガトイズっていうの昔ねピコとかねえー、っとまあピコってあのメガドライブ中身、ね、メガドライブ改造版みたいな意味合いもあるんですけどまあピコやってたりとかビーナかなまあそういうのやってたりするんでまあテレビゲームとしての,かあの絡みも、まあ、若干はあるんですけどもまあ一応 で今回はおもちゃパソコン的なものと、まあ、ぬいぐるみポケモンのぬいぐるみとかで、ねまあ、ポケモンのぬいぐるみに関して言うと、まあ、ゲーム関係というかアニメ関係というかちょっと微妙なんだけどそのぐらいしかなかったかなセガトイズはで次ジョイパレット、まあ、ここはね幼児系のものですよね基本的には展示物であったのが、まあ、マリオカートとかスーパーマリオブランドのね あの,ものを扱ってました結構ね任天堂のグッズっていうと任天堂のキ,の,のキャラクターを使ったものっていうかマリオのキャラクター使ったものっていうとまあ基本的に全部同じに見えるんだけど実際のところ権利の範囲っていうか扱ってる範囲違ったりするんですよ。 で一般的に扱われてるのがスーパーマリオっていうカテゴリーで、まあ、スーパーマリオのロゴだけ載ってるような、ね、商品群で、まあ、それ以外にね、まあ、それぞれのテレビゲームに絡めたものっていうやつで特に多いのがマリオカートだったりするんですけどジョイパレットさんはね子供用のこうなんかこう足で漕ぐような車あるじゃないですかあれがねマリオカートだったかなであともう一個ボタンを押すとちょっと車のブーブーみたいな感じのそういう系のおもちゃ が、スーパーマリオのキャラクター使ってるやつだったかな。で、そっちの方は、まあ、例えばこの、奪ぐるまのとかに乗ってて、その前にね、手すりの部分とかにこうつけとけば、子供がそうガチャガチャやって、車の運転も何もしてないんだけど、そんな気分が味わえるとか、まあ、いろいろ遊び方が自由にね、できるような感じのおもちゃがね、展示されてましたね。で、次、シカングシカーガングも結構以前からね、マリオ関係のものとか、ニンテンドー関係を多く扱ってるんですけど、今年は、 まあマリオのフィギュア。これかない石川玩具は。こんなね、スーパーマリオフィギュアコレクションって言って結構ね、デカデカと展開してて、こんな結構いっぱい揃ってるんですよ。ということでね、比較してもしょうがないんだけど、宝ーさんがやってるポケモンのね、 ああいでうノリでこうねまあ数的にはポケモンには全然かなわないんだけども一応こんな感じの展開をしてましたこれ去年もあったし、まあ、だいぶ前からあったと思うんですけどまあだからこう継続してね出してる商品とまあ新規で入ってくる商品もあるだろうしでまあ当然フィギュアだけじゃなくていろいろとこうプレイセットってことでね いいろろシルバニアファミリーとかでいうとこの,あの人形だけじゃなくておうちも買いましたって感じの遊び方ができるとどこまでがマリオの乗り手できるかっていうのはもう、ね、あの基本的にマリオの場合あのピーチ姫の城以外はたいこうねあのアトラクションをやりに行くようなステージだったりするからどこまでがマリオの一般的な環境かわかんないけどいろいろとこういうプレイセットがあるとであとピクミンが出てましたねそそうそうだから 今年はちょっとピクミン商品が若干あのちょこちょこと出始めてるような感じでした。まあピクミンもね、継続してガンってやってるわけじゃないんで、だからもう1と2がゲームキューブで出て、で3が Wii U だったでしょンと2が Wii でも出たのかなで。 Wii U で出た3がスイッチで出て、だから結構こう、新作っていうニュアンスでいくと、あんまりこう継続して発売されてないから、キャラクターだけはこう生きてんだけど、グッズ展開はちょっとしにくいようなね、印象があって。だからまあ今回ね、新作がもう出るじゃないですか。近々。だから今年あたりは盛り上がって。 で、ニンテンドもちゃんとこう継続してね、ゼルダのブレスオブザワイルドみたいな盛り上がりの仕方をして、ケアキンにつなぐみたいなことができるんだったら、ピクミン,クミンもね、こういろいろ展開があるのかなと思うけど、ただ、ピクミンってなんとなくこう CM とかね、話題にはなってるけど、どれだけの人がプレイしたかっていうと結構微妙なところはありますよね。個人的には1、ワン、ツー、あ、違う、ワンとね、スリーはクリアしたかな。ツーはなんとなく投げ出したような気がするんだけど、 あと、スイッチはやってない。Wii U をやったかな。であと、途中でやめちゃったような気がするけど、3DS で出てるサイドビューのね、ピクミンもね、遊んではいますけどね。まあ一応ピクミンも、ちょっと今後、そう、ゲームがね、こう、もう少しこう広がりがあると、もう少しね、こう、グッズ関係も増えるのかな、ってとこですね。で、次、マルカ。今回、スプラトゥーンがね、